DJ サイレント MC プレイプレイヤー地下のゲイ桜坂ガングスターシップアジアの島国へ大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道の愛やさしたがうしかないなら力つけるそれしかないから嘘本当見分ける左右の目未だ分からぬ自分の左右の目見捨てないで神は見捨てて。お疲れ様です。お疲れ様です。本日も本地在日アングラ塾の橋本真美さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日ですね、前回衆議院選出られまして、はい、K さんも凱旋応援行ったんですけれども、うん、ちょっと残念ながらですね、うん、はい、落選 してしまいましたが、いえいえ、とんでもないです、うん、ちょっとでも凱旋の動画を見られてすごい反響がありまして、はい、頑張ってっていうのすごい声多かったんですけれども、ありがとうございます。どうでしたか、選挙を戦われて。楽しかったです。めちゃくちゃ楽しかったです、ね。結構短いスパンでしたもんね、はい、あれで4000何百票すごいんじゃないですか、無所属で。その選挙の最中とかってどうでした？選挙の最中は僕は、まあ、今回知ったのは、朝昼まで飲み歩いてる人間って体力あるんだなっていうのは思いました。やっぱり政治家ってタフだなっていうのは最初の2日3日で思いました。僕も3日目に声が枯れたんですよ、うん、でその龍角散だなんだっていろいろなその粉も飲みまして、うん、変な粉じゃないですよちゃんとした処方される粉も飲んですぐ治したんですけど、うん、本当の大きな政党から出てる方たちってやっぱコンディショニングとかも管理されてるんだなと思いましたし、スケジュールがしっかりしてたので、その SNS で何時からどこから誰がゲストで応援でっていうのが分かるので、僕はもうそれに全て後手後手になりましたね、はい、もうやっぱ初めてだったっていうのでやっぱ分からないところが、はい、そうですね、はい、中身を知っている大きなその自民党さんのお手伝いをしたという方が遊説と中の僕の秘書についてくれたんですけど、僕は本当自分のラフなまんまでできたので、すごい楽しかったです。はい、楽しんで選挙を戦ったって感じです。そうですね、はい、なんかいろいろ叱咤激励の声、褒めてくださる声よりもまだ早いんじゃないかとか、まだ僕自身が勉強が足りないんじゃないかとかっていう声の方を僕も重きを置かせてもらいながら進めていったんですけど、自分の嘘偽りないパッションは出せたと思いますし、自分にできることの公約だけはいろいろ政策があった中でもお話できたんで良かったです。まあ、足立区から出られて応援してくださった方とか、はい、投票をしてくださった方に向けて何かこう、はい、一言ありますか？本当に僕東京13区足立というところから出させていただきまして、皆さん本当にありがとうございました。今これからまた政治団体とかいろいろと期待していただいて、いろいろご指導いただいている方々もいらっしゃいますんで、今後もご期待に添えるようにイケイケバンバンでやっていきます。これからまだ未熟者で勉強途中なので、いろいろ SNS などでご意見やご指導いただければ本当にありがたいです。何卒よろしくお願いします。今回お疲れ様でしたというところで、でもまだ これからですよね。そうですね、はい、うん、この先はどういった活動をされてるんですか？今回ちょっと質問ちょっとずれちゃうかもしれないですけど、はい、4039票という票が本当心強く、一票一票の大きなお力が集まったんですけど、冷静に僕サイトでも YouTube でも K さんにも本当によく知っていただいて、まあ、K さんからご紹介いただき応援が来ていただいたんですけど、もともとサイトと YouTube でもうひけらかして全部オープンで、もともともう反社でアウトロー系だよっていうこともお話しした上で、全部開示の上で選挙に出てますので、はい、アンチの方たちもたくさんいたと思います。
ただ4039票っていうのはこの YouTube の登録は一度面白いからじゃあ登録したで二度と見ないとかそういうことじゃなくご自身から腰を上げて足を赴いてペンを取って僕の名前を書いてくださったというのは確実に僕は本当に真摯に4039票を受け止めていまして、僕がまたその方たちに奉公というか恩返しをしなきゃいけないとも考えてますし、これは大きな政党がなんとなく今までの家柄とか家系で家族が親類がいるからということで、じゃあ自民党とか立憲民主とかじゃなく無所属で僕がただのオレンジのスウェット、ウィンドブレーカーを着てたということで僕のパッションが伝わった4039票だと実直に感じているので、今後は大きな政党さんからもスカウトをいただいたんですけど、全部あえて蹴らせていただいて、この4039票に裏切りという行為にならないように自分で今後政治団体とか一個人として宗教団体っていうのも、もう僕あのヤクザやって政治やって宗教団体やって作家やって死にたいってずっと言ってたので、宗教団体ですか、はい、宗教団体って聞こえがちょっとあれっていうふうに思われる方もいらっしゃると思うので、そこは、まあ、あの誤解がないように言わなければいけないなと思うんですけど、ヤクザも政治も宗教も自分が浸水することが美学だと思ってるので、勧誘と招待とかこういうのやってるんですけどいかがですかみたいなことは全くするつもりはないです、はい、やっぱり僕が何かをもう無心に何の見返りなく下心なく発信したことに感銘を受けてくださった方がそれにお答えをいただくということだけでもヤクザでなく政治でもあって、まあ、浸水することが宗教だと思ってるので、それは今回すごく求心していただいて大きな力を得ることができたということを僕がこれからもっとご期待に、その4039人の方以上にアンチの方たちも僕に対しての何かしら思いがあったと思うので、その方たちにもっと僕を分かっていただけるように全国にまた世界に発信していきたいというのが今後の目標ではあります。本さん の, その人生のというか生き方のなんか哲学とかってありますか、はいはい、生きる中の哲学ですか。いや今をやっぱり僕の哲学じゃないですけど、やっぱり生きてきて弱い44でまだ若輩でありながらもやっぱり僕の背中を見て影響を何かしら受けてくれてるあの若い人材もいるので、やっぱり朝希望とともに起き、昼間健全に働き、夜は感謝とともに寝るという今を生きることですかね。まあ、宗教とか、まあ、政治団体だったり、まあ、そういうのをやってて、うん、本地さんを見ていくには説法を聞きたいですよね、うん、説法を聞いて自分もそれにまあ共感して、あこの人だったらっていうか、まあ、この人の周りにいればいいんだっていうふうなことをこうどんどん言っていただきたいですよね、うんうん、お金がかかっちゃうと宗教って聞こえが悪くなっちゃうと思うんで、お金がかからないものが本当の理想なんだと思います、はい、生きてる上で本地さんを見て、なんか本地さんの言ってることを聞いて、まあ、元気が出たりとか、ね、そういった活力になるように、はい、まあ、理想ですよね、はい、もうそういうのを発信していくっていうことですね。そうですね、はい、自分もそうですね。自分はもうアメリカ帰ってきてから全てを諦めるってことを覚えて帰ってきたんで、だからもうその時点で、まあ、子供たちにここから先あの自分の人生を捧げようと思ってやってきてるんで、だから自分のことは後回しで困ってる子供たちを先に優先して、で夜寝る時も明日起きて生きられるかなっていう感じですかね、うん、で特にもうこの間還暦迎えてから余計なんかそんな感じですかね、はい、うん、残りの人生全て子供たちのために使っていく、うん、それもあるし明日朝起きれるのかなっていう感じですかね、うんうん、まあ、不安はね必
体はやっぱ置いていきますのでね、まあ、そのいつまで生きれるかは分からないですけど、生きてる時間は子どもたちのために、うん、そうですね、はい、うんちさんも本当これからの、ね、活動もっともっとこういろんなところで見ていきたいんですけど、ありがとうございます。ありますか？いやもう僕は YouTube、うん、今選挙が終わりましたので、うんうん、またあの一般 の、 あの市民に戻って、うんうん、YouTube 道、うん、はい、我が道を行くで、我が道を行くで、はい、本地在日、はい、アングラ塾ですね、はいはい、ぜひ皆さんそちらの方に見ていただいてですね、はい、そっちでじゃあどんどんいろんなことを発信していくっていう、そうですね、うん、韓国とアメリカを行きたいなと思ってます、はい、僕の考えが正しいのか間違いなのかをより多くの方たちに聞いてほしいなと思います。やっぱ実際、まあ、韓国行ったりとかアメリカ行って現状を知るというのも、ね、大事ですよね、うん、はい、でその現状を見た上でそれをまた発信していただくとまたよりいいですよね、うん、見てる方が、はい、韓国にいる韓国の人と、うん、あのカリフォルニアにいる韓国人の人いっぱいいるんですね、うん、でそういういろんな帽子作ってる人とかも大体韓国の人が、うん、あのロサンゼルスとか多いんですけど、なんか全然別の韓国の人なんですよね、考え方とか。あ、そうなんですか、はい、あれが不思議ですね。特に日本人もそうですけど、向こうにいる日系人はもう全然日本語喋れないですしね、でも韓国の人は韓国語喋れるんですよ。向こうの日系人は日本語喋れないですからね、もう完璧にあのアメリカンナイズされちゃってますよね。精神もアメリカンナイズされちゃってるんですかね。でもアメリカで生まれて育ってる以上はやっぱそういう風になっちゃうんですか、ね、うん、でも韓国の人って不思議とみんなちゃんと韓国語喋れるんですよね、はい、はい、日本人はもう日本語すら忘れてますね。それがダメですね、うん、日本に住んでる日本人ですら日本の伝統文化を忘れかけてしまっているので、ね、そうですね、その辺もう一回ちょっと蘇らせていかないといけないですね、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。さくらたかしギャングスタ、春夏秋冬命は一瞬、めくりめくって今は全な気分浸透、目客欲望捨てたら揃った好奇心層、過ぎた昨日より大事な今日、罪と罪は消えないが卒業だ、サクライブ、俺は俺の今を咲かせて散るだけだ、Bye.